今月26日にオープンする豊田市博物館は、市がおよそ90億円かけて整備したもので、高さおよそ8メートルの展示スペースには、市内に生息する動物の剥製などが展示されています。また、出入り口のそばに設けられたスペースには、地元産の杉が使われていて、迫力のある山車などが並んでいます。豊田市博物館は、今月26日に開館します。